こんにちは。今日の講義は書籍橋本環奈写真集カレードスコープです。この写真集は橋本環奈の5年ぶりとなるメモリアルな一冊です。25歳の誕生日を記念して企画され、彼女のファンへの特別な贈り物となっています。橋本環奈は女優としてだけでなく、ファンとの交流を大切にし、この写真集を通じてファンと一緒に過ごすひと夏のバカンスを提供したいという思いを込めています。この写真集の舞台はロケ地に9月のバルセロナを選びました。橋本環奈自らが19着の衣装を選び、ロケ地にもこだわりを持ち、セルフプロデュースによる撮影に挑みました。朝焼けのビーチや世界遺産の旧市街での散策、海辺の別荘でのリラックスしたシーンなど、スペインの美しい風景をバックに彼女の夏の楽しみを写真に収めています。この写真集は24歳で大人っぽく成長した橋本環奈の姿を捉える一方で、時折少女の表情も見せてくれます。その魅力は万華鏡のように色とりどりで、何度めくっても飽きることがありません。そしてこの写真集の著者である橋本環奈は1999年に福岡県で生まれ、2016年の映画セーラー服と機関銃卒業で初主演し、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました。その後もキングダムシリーズやかぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦、今日から俺は劇場版、体探しなど数々の作品に出演し、その演技力と魅力で多くのファンを魅了しています。2024年にはロンドンコロシアムでの舞台千と千尋の神隠しの主演や、連続テレビ小説おむすびの主人公を演じるなど、多方面で活躍が期待されています。またバラエティ番組や情報番組でも活躍し、第74回 NHK 紅白歌合戦では司会を務めるなど、その才能は多岐にわたります。橋本環奈写真集カレードスコープは、彼女の多彩な魅力を余すことなく伝える素晴らしい一冊です。彼女のファンや写真集を楽しむ人々にとって特別な体験となることでしょう。彼女のこれからの活躍にも期待が高まるばかりです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、健康管理も大切です。その理由は、健康こそが私たちの全ての活動の基盤であり、体が健康でなければどんな知識や技術も活かすことができないからです。私たちが日々の生活や仕事、趣味を楽しむためには健康であることが前提条件です。そのため健康管理は私たちの生活の中で最も重要な要素の一つといえます。健康管理には様々な側面がありますが、その一つが適切な運動と栄養管理です。適度な運動は心臓や血管の健康を保ち、筋肉を鍛えることで骨密度を維持し、姿勢を改善します。また運動はストレスを軽減し、心の健康にも良い影響を与えます。一方栄養管理は、体に必要な栄養素をバランスよく摂取し、生活習慣病や肥満などのリスクを低減します。健康的な食生活は私たちの体を内側からサポートし、健康を維持するために不可欠です。さらに適切な休息や睡眠も健康管理の重要な要素です。十分な睡眠は体の回復や修復に必要であり、ストレスや疲労の軽減にもつながります。適切な休息をとることで、日々の活動による疲れをリセットし、体と心のバランスを保つことができます。そして最近注目を集めているのが、ダイエットだけでなく健康管理に特化したサービスを提供するライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。これらのプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを提供します。食生活やメンタルのマネージメントも行い、健康的なダイエットをサポートします。さらに30日間の無条件全額返金保証を提供し、リバウンドしにくい体づくりを目指します。ライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供し、ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含んだトレーニングメニューを提供します。低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理も行い、糖質制限だけでなく自分に合った食事量やバランスを教えます。さらに
筋肉へのアプローチだけでなく、脂肪燃焼や美肌に効果のある美容マシンも完備しています。これらのサービスは健康管理の重要性を理解し、個々のニーズに合わせたトレーニングや食事管理を提供することで健康的な生活をサポートしています。健康管理は私たちの生活の基盤であり、その重要性を理解し適切なケアをすることで、より充実した生活を送ることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。